皆さんこんにちは。明るく楽しくマニアック指揮者作曲家の徳岡直樹です。今日はフルトヴェングラーの指揮したシューベルトの交響曲第9番、もしくは第8番グレートと呼ばれる破長調の大交響曲についてお話ししたい。実はこれ以前にも動画を公開しております。しかし私こんなに長い間動画を続けるとは思いませんでしたし、こんなにたくさんの方が動画を見てくださるとも思わなかった。で、当初と何が違うかと言いますと、動画を3年も続けていますと、まあ多少は動画の構成だとか音素材の使い方なんかも学ぶことができた。というわけで今日は以前すでに取り上げたことのあるフルトヴェングラーの残した5つのシューベルトのグレートの演奏を、かつての動画とはちょっと趣を変えてお話ししていきたいと思います。さて、このグレート、私がフルトヴェングラーについてお話を始めた初期にすでに取り上げているということは、いかに私がこの演奏についておしゃべりしたいことがあったかということなんですが、これフルトヴェングラーの演奏だからうんぬんという前に、やはり作品そのものが名曲なんですよね。当たり前ですけれども、まずシューベルトのグレート交響曲について見ておきますと、このグレート、ドイツ名ではディ・グロスですが、これは同じく破長調で作曲されている交響曲第6番と区別するために、小さい破長調と大きい破長調という程度、目印的につけられたもので、音楽的に特に英語のグレートに感じられる偉大なという意味合いではないという点。しかしこの交響曲、聴いていると確かにグレートがぴったりのイメージとして聞こえてきますよね。この交響曲を作曲し終えたシューベルトは、ウィーンの楽友協会ムズイクフェラインに2度にわたってこの楽譜を送っていますが、おそらく技術的に演奏困難な上、当時の交響曲としては破格に規模が大きい、演奏時間も長いなどの聞くがあったのでしょう。結局演奏されることはありませんでした。今我々がこうした成り行きを聞くと、え、そうなの?と不思議に思うんですけれども、音楽史上の流れで見てみると、シューベルトの交響曲はブルックナーへの扉を開いたという位置にあるとさえ言われる。ベートーベンからシューマンへと時代はこう移りつつあったんですけれども、このシューベルトの第破長調は当時非常に斬新なものと受け取られた可能性があります。一言で言いますと、音楽の寄り道が広くなって、行く先がしかも多彩になった。テーマにしても展開にしても、元の本筋に戻ってくるまでの規模がそれまでよりも大きくなっているんです。それは自然と演奏時間、第一楽章何分、第二楽章何分間というのにも関わってくる。単純に見てもこれ初期の交響曲より優に 1.8 倍くらいの規模になってますよね。シューベルトの没後、シューマンがたまたまシューベルトの晩年といってもわずか31年の生涯でしたけれども、を過ごした部屋を訪れ、そこでこの大交響曲の楽譜を発見したというものです。そしてシューマンの推挙によってメンデルスゾーンがこの曲を初演した。1838年、シューベルトの死からちょうど10年目のことでした。現在では周知の通り世界中のオーケストラで演奏され続ける主要レパートリーというよりも、もう名曲中の名曲です。これ以上言いようがないですよね。さて、フルトヴェングラーのこの曲の演奏には現在のところ5種の録音の存在が知られています。以前は6種だった。一昔前のディスコグラフィーには6種になっていたと思います。これ LPCD も出ていたんですが、残念なことに以前1950年6月のベルリンフィル公演のライブとされていた音源は、実際には1953年9月15日の演奏と同一のものだったと判明しました。これは次回きちんと聴き比べをしたいと思います。現在確認されているフルトヴェングラーの5つのシューベルト、グレート、それぞれに聴きどころ、魅力、特色のあるインパクトのある演奏ばかりです。そしてこの5種類のうち、正規のセッション録音は1951年ドイツグラムフォンのものだけ、その他は全てコンサートのライブ演奏です。では今回はまず2つの近接した日時に演奏された大戦中の演奏についてお話ししていきましょう。残されている最初の録音は1942年12月6日から8日、ベルリンフィルトのライブ演奏です。これがいきなりインパクトの強い演奏なんです。はい、皆さんよくご存知のようにソ連メロディアで初めてレコード化されたものです。1960年代に入ってすぐという時期に公開された録音のようです。一頃はこの演奏と1951年ドイツグラム本番しかレコードになっていませんでしたから、嫌でも比較されやすかった。どっしりとした風格のドイツグラム本に比べると、この大戦中の演奏というのは本場。奔放な馬ですね。特にフィナーレがまさに荒れ狂う馬のような迫力がありますから、まさにこれ1947年ベルリン復帰のベートーベンの第5と1954年 EMI のレコード録音のような差として受け取られたと思います。
今聞いてみるとかなり向こう見ずなところがありますけれども、こんなテンポちょっと今では考えられないですよね。細かい音符がどれだけ聞き切れているのかちょっと疑問ではありますけれども、この快速テンポで他では聞けないフィーリングというのが確かにあります。もともとこの演奏第一楽章からかなり伸びやかな演奏です。加速にしても鋭角的なところがなくて明らかに流線形なんですよね。これ各楽章ごとに演奏の特徴を説明しようと思ったんですが、この1942年の演奏実はなかなか解説が難しい。曲そのものの内容に沿った的確な演奏であるというのが第一の特徴だと思います。そしてフルトヴェングラー特有のテンポの伸縮もあるにはあるんですが、それがフルトヴェングラーの個性というよりは作品そのものが要求している効用のようにも聞こえる。そしてフルトヴェングラーがそれに自然に従った演奏のように思われます。意外に思われるかもしれませんが、必要以上に脚色されていないと言えるかもしれない。こんな凄まじい演奏であってもあまり強引にオーケストラを導こうとしていない。例えば同じ対戦中の演奏の中でもベートーベンの第5や第7は強烈な吸引力が感じられる演奏で、音楽に熱狂するフルトヴェングラーがオーケストラも聴衆も巻き込んで怒涛の迫力と疾走で聴く者の高揚感を誘うものです。このグレートにもそういう特徴はあるんですけれども、ちょっと違うところがあって、これ意外に伸びやかなんです。実は思われているよりも1942年演奏の第一楽章結構抑制が効いていて、フルトヴェングラーが意外に冷静に音楽を進めているように思われます。息が上がってしまうことがなく、響きの伸びやかさや各フレーズの弾き終わりも結構丁寧な演奏です。もちろんドラマティックな演奏なんですが、テンポの運びも含めてどこか爽やかでさえあります。例えば他のベートーベンの演奏に比べて力みが少ないと言えるかもしれない。もちろんクライマックスであるとかそれぞれの決めどころ、特にフォルテの迫力は十分なんですけれども、必要以上の怒号がない。でこれが第二楽章に入っても共通スタイルになっている。単調部分の緊迫感は独特のものです。この第二楽章、晩年のシューベルトが時折描き出す真の悲しみ、破局とか絶望感を垣間見せる部分がある。私はそう感じます。未完成交響曲の第二楽章も同じですね。個人的には未完成の方がさらに恐ろしい音楽だと思っていますが、そうした部分のシャープさというのはこれさすがにフルトヴェングラーは見事です。そしてトリオ、中間部分で温和で愛情に満ちたパッセージがあるんですが、この部分でも弦楽セクションにあまりビブラートをかけていない。意外に自然なんですね。調味料を加えるよりも素材の味を生かそうとしたような演奏になっています。なんとも心にくいですけれども、当たり前のように思われるこうした表現テクニックも、それが実際に演奏の魅力として、そして終局的にはシューベルトの音楽そのものの素晴らしさを伝えている、成功しているというのが素晴らしいと思います。そしてなぜかこの第二楽章、特に録音の状態がいいと思います。どのレコードでも次の第三楽章でピッチがちょっと下がっていますので、これ余計に不思議なんですけれども、第三楽章は慣習的なトリオ部分のテンポの変化がやはり聞かれます。楽譜に書かれているいないに関わらず、音楽の流れや旋律のフィーリングで自然にテンポを落としたくなる部分っていうのもあるんですね。ここでもフルトヴェングラーのテンポ、意外と思われるかもしれませんが、演奏がもつれたり不明瞭になるところがない、明快な演奏です。フルトヴェングラーには驚々しい異様なうねりやためのある演奏もあるんですが、この1942年のグレートはちょっと
とその傾向から外れたものではないかと思う。チェロ、コントラバスの威嚇的なメロディーでも同じです。これ見よがしの表情付けがない。そしてやはり第一楽章から一貫した伸びやかさがあります。これがまたフルトヴェングラーの最大の特徴でもあります。私の言う伸びやかさは曲のテンポの速い遅いとは別問題です。フルトヴェングラー自身が指揮者の動きのどのような緊張も力みも立ちどころにオーケストラの響きに現れてしまうと言っていますが、ベリンフィルのチェリストだったエーバーハルト・フィンケもまたフルトヴェングラーほどリラックスして指揮台に立っている指揮者はいなかったと証言しています。そうしたリラックスゆえの伸びやかさ、私が自信を持って1941年の新世界を絶対にフルトヴェングラーではないと言い切るのもまさにこの伸びやかさの有無なんです。さてシューベルトの第4楽章フィナーレですが、これも他の指揮者に比べて驚異的に速いテンポになってます。晩年のカルロス・クライバーがウィンフィルとこのグレイトの録音計画を抱いていたようですけれども、クライバーでさえこれほどの快速テンポは取らなかったのではないかと思う。フルトヴェングラーの特質にぴったりくる音楽の風景、展開のめくるめく作品です。歓喜、勝利といった明るい感覚からどこかこの世のものならぬ不思議な余韻を聞かせる中間部。ところでこの録音、かつては1942年5月から6月、もしくは12月というデータが付けられていました。5月6月公演であれば、同じ日にコルトーがピアノを弾いたシューマンのピアノ協奏曲が演奏されており、もしかしたらギーゼキングに続いてコルトーとフルトヴェングラーの共演が聞けるかもしれないとファンは期待を抱いてたんですけれども、どうやらこのグレートは1942年12月公演の録音ということで確定のようです。同じ日のコンサートではハインツ・シューベルトの参加協奏曲が初演されており、その録音も残っていますけれども、ハインツとフランツの2人のシューベルトの組み合わせというユニークな公演を我々は今そのまま忍ぶことができます。はい、次は1943年5月12日、ウィンフィルハーモニーとストックホルムを訪れての公演。この日はシューベルトのロザムンデ序曲、交響曲第8番未完成、第9番グレート、そしてアンコールにヨハン・シュトラウスの皇帝演舞曲が演奏されています。この演奏の背景にはいろいろなエピソードもありますし、順次説明いたしますが、とりあえず第一楽章から聞いてみましょう。まず一言で申し上げますと、これ前年1942年ベルリンフィルの演奏よりもかえって激しい、テンポの起伏の激しい演奏かもしれません。そんなはずはないと思われるかもしれませんが、本当です。私そう思います。よく言われるテンポの動きというのは、例えば何小節から何小節までと区切りをつけてタイミングをとって早いとか遅いとかを比較できるものではないんです。フレーズの中の動き、全体を通しての動きというのはメトロノーム記号で測るテンポなどというものとは全くの別問題です。こう言うとなんだか難しい話だなと思われるかもしれませんけれども、実は皆さん本能的に自然にそれを聞き分けておられる場合が多いです。なので私がここであの演奏いいですよねと言った時に、ああそうそうと同意してくださる方が一定数おられる。悪い意味ではなくて、平均的に多くの人たちが感銘を受ける演奏というのがあるんです。とにかくこの第一楽章、かなり荒々しい演奏です。オーケストラの響き自体は明るいものだけに、なんと言いますか、フルトヴェングラーが意のままに振り回すベルリンフィルとはちょっとフィーリングが違っていて、穏やかな部分と音楽が高揚してくる。それも特にドラマティックに単調の悲劇的な風合いを聞かせる部分にフルトヴェングラーの鋭さが現れている。なんと言いますか、その過激さはこの前の年のベルリンフィルのライブに勝るとも劣らない激しさがあると思います。これが第二楽章以降になるとウィンフィルのペースに乗せられてしまって、次第に落ち着いた演奏になってくるのが面白いです。第二楽章も基本結構迫力のある演奏で、クライマックスの部分の演奏などかなり鬼気迫るものがあります。ただやはりベルリンフィルとは違うところがあって、木管の独奏部分、フルートやオーボエなどが相当にチャーミングです。
色が明らかに明るいんですね。中間のあの断ち切りの無音の後、サイレンスの後に木管と弦楽器の絡みの部分、もう音のあやと申しますか、とにかく音色のブレンドが実に見事です。これはもうオーケストラの特質としか言いようがない。指揮者が指示を出す出さないではなくて、オーケストラ自身がすでにこういう固有のサウンドや音楽の運びを持ってるんですね。こうした明るさ、そして単に明るいだけではない、音楽の見通しの明るさだとか、そのフレーズごとの明瞭さという点でも非常に興味を持てる演奏になっています。第三楽章、リズムの刻みが非常にキレが良い。ベルリンフィルだと、ただただ重厚に威圧的になりやすい傾向もあるんですけれども、このウィーンフィルとの演奏はもう冒頭のというよりも第2小節目からの四分音符の弾みが42年ベルリンフィル版とは全く異なっています。このスケルツォ、非常に生き生きとした音楽です。そして細かいことで、かつ想像ですけれども、このコンサートではフルトヴェングラーがリハーサルよりもやや早めのテンポを取ったのではないかという疑問があります。最初のメロディーの提示、管楽器が弦楽器に重ねる部分でちょっともたつきを聞かせている。第4楽章もとにかく軽快、しかし迫力のある軽快さです。このフルトヴェングラーであってフルトヴェングラーらしからぬとも言える軽快な弾み、これが1943年のストックホルム演奏の最大の特徴だと言えるのではないでしょうか。このフィナーレに特徴的なダン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 という踏み締めのフレーズも力強いんですけれども、必要以上に怒号していない、凄まじい弾力リバウンドがあるんです。あくまでも美観をはみ出さないオーケストラの音作りの伝統がある。私がウィーンフィルを初めてコンサートで聞いたのは、実はパリ留学後でした。日本でも聞くチャンスはまあありましたけれども、やはり入場券がかなり高額ですよね。そこへ行くと、パリの音楽界は日本よりも廉価ですし、売れ残りや天井桟敷は学生向けの金額で済みます。というわけで、私はパリでノリントンの指揮するブルックナーの3番とラトルの指揮するベルク、ハイドン、ベートーベンなどを聞きましたけれども、特にノリントンのブルックナー、この演奏の響きの見通しの良さ、美しさ、オーケストラ全体が溶け合った固有の楽器の音が聞こえないくらいにブレンドされた美しい響きに魅了されました。これはもうウィンフィルというオーケストラが長年にわたって育て上げ、伝統として受け継いできたサウンドでもあるわけです。この演奏、先のインパクトの強い1942年のベルリン演奏と比較されやすいですよね。そしてウィーンフィルとしては1953年8月30日ザルツブルクでのテンションの高い堂々とした名演奏がある。何よりこの1943年の演奏はディスク録音なので、音の状態が今一つと、どうもその演奏を聞く前からどこかちょっとだけ軽視されているような気配があるような気もする。そしてちょっと脱線しますけれども、このコンサートでのアンコール、シュトラウスの皇帝演舞曲ですが、私これこそ全曲残っていて広く聞かれるようになっていたら、現在のフルトヴェングラーの評価さえ変わっていたのではないかと考える大変な名演奏の予兆だと思います。はい、残念ながらわずか4分間しか残っていない。ファンの多くは1945年1月23日大戦中ベルリンでの最後のコンサートでのブラームスの交響曲第1番、あれもフィナーレしか残っていませんけれども、あれがもし全曲残っていたらフルトヴェングラーのブラームス1番の決定打になっていたかもと惜しみますけれども、私はこの皇帝演舞曲の方が残らなかったことの方が痛恨というと大げさですけれども、そのくらいに感じています。今回の動画はいい機会ですので、まあグレイトもおすすめなんですけれども、とにかくこのアンコールで演奏された皇帝演舞曲の断片、
ぜひ一度お聞きになってみてください。特に最初のワルツに入って、最初のトゥッティから音楽の勢いが鮮やかです。シューベルト以上に音の立ち上がりが鮮やかですし、何よりも音楽に非常な勢いがある。第一ワルツが終わって、第二ワルツに入ると、もう弾き手の高揚感がありありと伝わってくるような、見事としか言いようのない演奏になります。この1943年5月12日の演奏会ですけれども、フルトヴェングラーがロシア人指揮者、イサイ・ドブローエンと会食しようとしたのを、ナチスドイツの政府役人、大使だったかな、から咎められて、フルトヴェングラーが、ここはドイツではないと猛烈に怒り狂ったという話がありますが、それはこの時のエピソードです。そしてもう一つ、これは私山崎幸太郎さんのサイトで知ったんですけれども、ウィーンフィルの楽団長シュトラッサーが栄光のウィーンフィルという本の中でこの時のツアーについてこういう記述を残しているそうです。聴衆の中には多くの亡命者たちもいた。私たちの国からスウェーデンまで落ち延びることに成功した人たちである。どんなにこの人たちが辛い目に遭ってきたか、この10日間生のないストックホルムでどんなにホームシックに悩まされていたか、私たちにはよく察せられた。私たちがアンコールに応えて青きドナウを弾いた時、多くの聴衆の中からすすり泣きが起こった。ただここで語られている青きドナウはこのシューベルトコンサートの日の模様ではありません。このシューベルトプログラムの日にも同様に客席にいたである亡命者たちの興奮と感激、そしてまた望郷の思いもこのグレイトの録音の喝采の中に聞き取ることができるのだと思います。そしてフルトヴェングラーが意気揚々と指揮をしたであろうこの皇帝演舞曲、これはウィーナワルツというよりもまるで人間賛歌、人類友愛の交響詩、カンタータのように響く堂々たる演奏ですが、いつかクナッパーズプッシュとベルリンフィルのくるみ割り人形で申し上げましたけれども、チャップリンの映画を見た時のような笑いながら泣ける奇跡がここにも確かに存在すると思います。わずか4分ほどの38小節だけの断片にこれだけの物語が含まれている。演奏後にはこれさぞ熱狂的な拍手が沸き起こったはずです。なんだ断片じゃないか、音良くないじゃないかだけでは伺い知れないドラマが秘められた記録である、まさにヒストリカル中のヒストリカルであることを申し上げておきます。というわけで、この1943年5月12日のシューベルトプログラム、生き生きとした弾力、響きの弾力、フレージングの弾力と全てを含んでですけれども、この時期のフルトヴェングラーの演奏としては珍しく明るさを持った微笑ましい記録です。同時期のベルリンでの演奏、例えばこの翌月6月のベートーベンのコリオランや第5を聴き比べてみると、その音楽の持つムードのなんと異なること。これは良し悪しを超えてこういう多彩な演奏ができたという点を聞き取るべきで、ウィーンフィルトのこのグレートはベルリン版ほどにはどうこうぬんと片付けてしまうのはあまりにも惜しい。いろいろ申し上げましたけれども、これほどに語るポイントがあり、そして聞きどころの多い演奏です。歴史的状況や当時のウィーンフィルの音色が捉えられている。そして何より演奏そのものが文字通り一期一会、この時のフルトヴェングラーにしかできなかった天賀な味わいを聞かせている。何をもってフルトヴェングラー的かというのは聞き手それぞれなのかもしれませんけれども、これは第二次世界大戦中のフルトヴェングラーの演奏の中でも傑出した記録の一つであると申し上げておきます。さてちょっと早いですが、ドロドロマニアックドロマニ編に参りましょう。有料切り替えです。ご興味をお持ちの方のみこの後にお進みください。まず1942年のベルリンフィル演奏ですが、この演奏私が初めて聞いたのはこの東芝版でした。ユニコーン原版ということにはなっていますけれども、イギリスユニコーンにはこのグレートってないんですよね。いずれにせよこれソ連メロディアでレコード化された演奏です。ただ私メロディア版 LP の現物を買えるようになったのはごく最近のことですから、これを初めて聞いた1986年以降にはやはり CD で聞きたいと思った。で私が最初に聞いたのがこのドイツのバイヤー版でした。あの白熱のグレートが CD で聞けるとワクワクしながら買ってきたんですけれども、正直に言いますと一聴して期待外れだった。これブックレットを見てみるとメロディア LP の板起こしらしいと分かって、 LP からのダビングで CD にするのかと少々がっかりしました。とは言ってもユニコーン版をはじめこの LP も元を正せばメロディア LP 起こしだったわけですけれども、そのしばらくあと1989年の6月、私高校3年生でしたけれども、ようやく登場した東芝ユニコーンの CD はまあこのバイヤー版よりは
鮮明な音質でしたから、以後は主にこのディスクを聴いていました。この他今でも手に入ると思いますけれども、教会筋ではですね、フランス教会それからドイツ教会版がそれぞれ非常に鮮明なクオリティの CD を出しています。どちらか一枚といえばドイツ教会でしょうか。教会版ではありますけれども、これ時たまショップで見かけます。私も2枚目はネットオークションで入手しました。そんなに高いものではないです。ご興味おありの方にはおすすめします。これも面白いのは、1988年のモスクワ放送から変換された音源が元になっているようなんですね。あまり評判の良くなかった放送局内で散々使用されたコピーのそのまたコピーだった。なのにこれ目の覚めるような鮮烈な音になってるんです。さて、最近の私のメロディア版収集の状況ですけれども、そんな大したものはないです。まずガスト61のモスクワ版、そしてレニングラードプレスのガスト68ダブルレター。同じレニングラードのガスト68ですがシングルレター。そして同じレニングラードのガスト80白レーベル。その後はもう黒ジャケットの日本向けプレスになります。スタンパー番号、メタルマスターの番号はこれらの中でも結構目まぐるしく変わっています。これ基本 AB 面ともに1の1からスタートしてるんですが、おそらくガスト68、73の頃からメタルマスターが変わっている。つまりガスト56の古い時代から使われていたマスターに代わって新しくカッティングし直された版で作られている。はい、これガスト80のレニングラードプレス白レーベルですけれども、これになりますと A 面が 1-2、B 面は 4-2 というマスター番号になっています。何が違うかと、これ分かりやすく説明しますと、確かにこれ1942年の同じシューベルト・グロイトの演奏ではあっても全く異なる時期に再生されたものということになる。レコードを作るために新たにテープからお届けするわけですね。僅差ではあるでしょうけれども、別の音が刻み込まれたレコードということになるんです。私大体このガスト68を聴いています。特にこの時期のレニングラードプレスは初期版ほどではなくてもレコードも非常にしっかりしていますし、ノイズもほとんどありません。何よりも後年のメロディア版よりも鮮明な音がしっかりレコードに入っています。とてもよくなりますし、価格の割には大変お買い得なレコードだと思います。これは新橋和楽の岩本さんからご提供いただいたモスクワプレスのガスト61ですけれども、これはまた別格なレコードですね。非常にダイナミックな音が入っていると思います。今日動画の中で使用した音源は全て私がこのガスト61のメロディア版から板起こしした音源です。ただガスト80白レーベルになってくるとちょっと疑問ですね。全体的に悪くはないですけれども、68にもそう聞き劣りしないのではないかと思いますが、細部にちょっとした差がある。耳につくところでは第三楽章の最後のバーンバーンという2つの和音がピンボケになってしまっている。68の方は逆に残響エコーが断ち切られていて、これもまあ不自然といえば不自然なんですが、それから全曲の終わりですね。これ明らかに付け足しと思われる拍手がオリジナルのメロディア版からすでに入っています。これがメロディア製の CD になりますと、さらに脚色されたものになるんですけれども、それにしてもこのガスト80というのはちょっと不自然ですね。たまたまうちにある2枚がそうなのかもしれませんけれども、クリーニングしてもなかなかパチパチノイズも消えないんです。日本向けの M10 のシリーズ、これは1990年のプレスですが、版質はガスト80よりもよほどいいです。ただ音はちょっとエッジが甘くなっているかなと感じられなくもない。少しアンプで補正されると良いと思います。もしかしたらこれが標準サウンドなのかもしれないですね。ただ第三楽章の終わりのピンボケはこれガスト80と似ています。派手な音ではないですけれども、一番アナログ的な感触とも言えます。何より再生カーブの問題がありませんから、ひょっとしたらこれが1990年段階でのオリジナルに一番近い状態かもしれない。音質比較、マスタリングもかつては散々議論されましたけれども、これは結局音源の由来、その時々のレコード化 CD 化によって状況が違いますし、単純に結論を申し上げますと、自分が良いと思うものを聞くしかないと思います。良い音というのがそもそも抽象的なものですけれども、少なくとも自分が CD から聞こえる演奏に揺り動かされた、その演奏を楽しむことができた音作りがされているものが一番良かったということなんだと思います。
そしてさらに探求心が出てきてるのならば、同じ演奏の別 CD を聴いてみればよい。何度も申し上げましたけれども、ある CD はその演奏への自分の理解をより明確リアルなものにしてくれたり、あるいはがっかりさせることもあり得る。音質比較には音楽の演奏評価以上に決定的なことが言いにくいと思います。私はこの東芝ユニコーン版でこの演奏を体験できたことを幸福に思っています。そしてドイツ協会の CD、 いくつかのメロディア版板起こしを聞いて後、幸いにも LP レコードを再び聞くことのできる環境が整いましたので、ネットを利用してかつては考えられなかった求めやすさと便利さでメロディア版や各国の協会版を聞くという楽しみを得ています。さて、1943年5月のストックホルム版のレコードの方ですけれども、 LP の発売点数は非常に少ないです。日本とフランスの協会版、アメリカのワルター協会と、おそらくはその原版による日本コロンビア版が2回出ているだけです。 CD も比較的少ないですね。はい、日本協会の LP は1970年代に出たもの、フランス協会版はこれ1984年の発行ですね。協会版だからといって音源が同一とは限らない、限らなさそうなのも面白いところなんですけれども、この2つ聞き比べてみますと、日本協会の方が引き締まっていて明晰度明瞭度も高いです。フランス協会版 LP はよく言えば雰囲気豊かなんでしょうけれども、スクラッチノイズを抑え込んだためでしょうか、ちょっとフォーカスが甘くなっていると思います。しかもこれ2枚組のセットなんですけれども、1枚目の最後に第一楽章、2枚目の A 面に2、3楽章、 B 面にフィナーレと拍手と肯定演舞曲というカッティングなので、ちょっと厄介ですね。それ以外ではこのディスココープ版ですが、これ LP1 枚に1952年3月トリノでのロザムンデと組み合わせてありますので、カッティングレベルは確かに多少低めです。しかしノイズはあまり耳につかない、その点でちょっと音源の由来に興味が持てます。そして本来このレコードの国内版であるべき、この日本コロンビアのワルター協会原版ですが、これちょっと不思議なレコードです。聞いていて少々やかましい感じがする。まあしかし私が初めてこのグレイトを聞いたのはこのレコードでした。で、今だから言うわけではないんですけれども、最初このレコードを聞いた時からこの演奏、ああいいなと思っていました。その意味でも思い出深い一枚です。これ確か石丸電機の本店1号店かなで買いました。はい、というわけで今日はフルトヴェングラーの指揮したシューベルトのグレイト、5つの録音の中から最初の2つ、1942年のベルリンフィルトの演奏、43年のウィーンフィルトのストックホルム公演ライブの話をいたしました。次回も引き続き残る3種の演奏についてお話ししていきたいと思います。高評価、チャンネル登録両方お願いします。